はい、どうも、ことです。じゃあ今回はね、エルレガーデンのレッドホットの解説をしていきます。チューニング、レギュラーチューニングでいけます。動画内タブ付きで、解説をしていくんで、よかったら最後までよろしくお願いします。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。はい、ここは全部オクターブ奏法でいってます。ルートの音とオクターブ上の音押さえて、で僕の場合この 1,2 弦は小指で軽く押さえてならないようにミュートして、で一番下の6弦を中指でミュートしてます。まあ、結構一般的なのは小指こうですね、これが一番多いと思います。人差し指の先っちょで6弦ミュートして、で小指でお腹で 1,2 弦ミュートして、まあこういう形ですね。まあ、やりやすい方でいいと思います。じゃあ下にタブ札しながらゆっくり弾きます。はい、実際音もうちょっとクランチでも、クリーン気味でもいいと思います。じゃあその次のパートいきます。はい、ここね、小指と薬指で、3弦の8フレット、4弦の8フレット、ここずっと固定で、でペダルトーンを人差し指と中指で押さえてます。ここがねかなり開くんで、まあ無理なら、小指1個下に下ろすと楽になると思います。まあそれがここだけも普通のパワーコードの形にするかですね。はい、まあこれでも全然問題ないと思います。でここでブリッジミュートのパワーコードですね。ここは5弦の6フレットを固定してます。はい、じゃあタブ札しながらゆっくり弾いていきます。はい、じゃあ次のパートいきます。はい、こんな感じです。ここはね、まあ、メインのリフというか結構よく出てくるので、ここは重点的に練習した方がいいと思います。人差し指を5弦の6フレットにずっと固定して、であとこっち側を移動させてます。これね結構ストレッチなんで、小指で3弦の10フレットが結構難しいと思います。なんか裏の親指を結構こっちに寄せるイメージで、手首をこう返す感じですね。で割と楽に押さえれます。はい、じゃあゆっくりタブ札しながら弾きます。はい、じゃあ次サビ前のパートをやっていきます。はい、ここは簡単ですね。ずっとパワーコードのブリッジミュートです。
ゃあゆっくりタブ譜出しながら弾きます。はい、じゃあ次サビいきます。はい、これもイントロのフレーズと、あとサビはずっと、パワーコードなんで結構簡単です。これの繰り返しです。ルートの音が5弦の6フレット、6弦の4フレット、6弦の6フレット、この3つだけです。で最後にこのイントロのフレーズが入ります。じゃあタブ出しながらゆっくり弾きます。はい、じゃあ最後にね、 C メロのアルペジオをやっていきます。はい、これは、2弦6フレット、3弦8フレット、4弦8フレット、これずっと押さえながら、まあ、基本的にずっとオルタネイトで弾く感じで、ここで6弦、1弦の6フレットを入ります。これの繰り返しです。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。結構ね、エルレガーデンペダルトーンが多いので、結構ストレッチというか、その指を広げる形になることが多いんで、まあ、結構、ね、指のこう柔軟運動とかして、まあ、こう広げる練習になるんで、ぜひやってみてください。はい、よかったら概要欄に僕のブログとか SNS のリンク貼ってるんで、よかったら最後覗いてみてください。じゃあ最後、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。